算かけることになるから、俺、ほんとに。金ちゃんに言われるのが一番つらい。泣いてますよ、今。泣いたふりこっちだってね、あのさっきあの俺なんて真央ちゃんから680万円請求されてんだよ。そんな大したことないじゃん。真央ちゃんの立ち位置とか。でも、まあ、の最近ある中で僕ね、だと酒飲んで何回も起こされるんですよ。で、なんか低血糖らしいですね、前は。二日酔いで低血糖になって、いつもなんか動悸がやばいとか言って。そう、でも、普通にセックスすれば仲直りできるんでしょ？いや、セックスもあんましてないですよ、最近。セックスもあんまり。セックスもしてないよ。最近ちょっとしてないですよ。いや、まだ一回でもできたならいいじゃん。俺、あの、真央ちゃんにさっき連絡したけど、はい、イカみたいなセックスしかできないって言われたから。あ、真央ちゃんとやったの？いや、真央ちゃんがセックス嫌いなんだって。で、イカみたいなセックスしかしたくないって言ってたよ。ふにゃふにゃみたいな、あの、精子の袋を取り出して渡すだけ。ボタボタ垂れてるよ、ね、だからそうですね。だからまゆちゃんは直接チンコを挿入されてるわけじゃん、うん、だから今日だけ一回出ればいいんだよ、外に。あ、じゃあどこに行けばいいの、まゆ？なんか屋根の上とか。で、金林さん、僕がこの前もう別れたり復縁したりとか、もうそういうの嫌で、もう配信一人でやりたいから、もう表に出てくるなっつって、もういちいち裏で会ってることとか言わないでやろうって言ったら、それも全部暴露されて。ゼロワン、それね、ゼロワン、ちょっと考えた方がいいよ。で、別れようって言って、女リスナー増えたら、それに嫉妬しちゃって、もう、ちゃんと堂々と公表しないと無理とか言って。それね、ゼロワンのこと愛してないよ。なんか。配信で、あのね、お前、ね、言えば、配信で私を出さなかったら、お前なんか付き合う意味ねえんだよって言われてるよ。川西公平としてやっぱ愛されてないのかなと思って。愛されてないね。ゼロワンしか愛してないんだろうね。ああ、配信者の僕、うん、どういうこと？そういうことだよ。あの、うちのリスナーももうそういう色恋とかそういうのが嫌で、うん、でも、やるなら多分裏でやってくれと思ってると思う。金ちゃん、金ちゃん、ちなみに、あの、眉…違う違う、もう、普通だったら、ね、ゼロワンが裏で付き合うよって言ったら、うん、分かったっていうのが普通なんで。金ちゃん、ちなみに、ゼロワン分かるでしょ。眉さん、はい、あの、最初1ヶ月ぐらい秘密隠れて付き合ってたっけ？その時、裏で、あの、会おうよとか LINE でリスナーさんとやり取りしてた。浮気未遂されてたよ。だから前公表したんじゃん。まゆちゃん、それ言い訳でしょ。言い訳じゃないよ。だってゼロワンは浮気するのは当たり前なんだよ、うん、え、当たり前、そんなの。え、どういうこと？浮気を許せってこと？ね、まゆちゃんが表に出てきたって浮気はするよ。どうやって？だって女はさ、彼女いたら浮気しなくね？女側は。まあ、まゆちゃんがしたらあれだけど、ゼロワンは別に普通にすると思うよ。違う違う、そうじゃなくて、
ゼロリスはさ、マユって彼女がいるって知ってて浮気するってこと？うん、するでしょ、もちろん。なんで？別にと、あの、取れ、奪い取っちゃえばいいじゃん。っていう感じで。それはするよ。で、まゆちゃんはそれ言い訳なんだよ、所詮ね。あの、ゼロワンに、裏で付き合おうって言われたのに、嫌だって言ったんでしょ。好きじゃないんだよ。え？じゃあなんでそう思うの？目立ちたいだけでしょ、自分が。ああ。じゃあ、そういうこと？じゃあ、まゆと付き合ってるってことを公表すれば、別にまゆ出なくてもいいんだよ。意味わかる？なんで公表させたいの？それが 目立とうとしてるじゃんね。表に出なくても別に公表ぐらい良くない？まゆと付き合ってるって、そのまゆ、私と付き合ってるんだっていうのを発表させることは目立とうとしてるよね。じゃあ彼女できたでもいいよ。じゃあ彼女できたって、まゆじゃん、まゆって言わなくても。これはちょっと難しいな、返しが。どういうこと？いや、金梅さん最近バンでこっちやってるうちに、やっぱ女女っていうのも大事だけど、やっぱ一人で放送するのも大事だなと思ってきて、もうその配信にいらないなじゃないけど、ちょっと自分一人でちょっとやってみたいなって気持ちもあったんですよ。でそれを、まあ、そうだろうね、でそれをちょっと分かってくれなくて、で結局はちょっと戦闘力上がったなと思ってもまた別れた、でまた復縁したってずっと繰り返してるようなこの2年なんで、ちょっとね、戦闘力上げるために理解、戦闘力上げるために理解してほしかったんですけど、だってあの金梅さんキャス主のあの結構閲覧持ってるやつ絶対裏に女ぐらいいるじゃないですか、表に出さないだけで。いるよ。で、うまくやってるじゃないですか。で、僕もそういう恋愛関係ちょっと裏でやりたいなと思ったんですけど、理解してくれなくて。まあ、まゆちゃんが恐れてるのは、彼女を隠してたらいくらでも浮気ができるっていうね。それ、あの、予算みたいな感じになるんだよ。予算なんか5万円ぐらいかかるんだから。俺は素人童貞っつって、モテねえんだよっつって、で、実は彼女が5人ぐらいいたんだよ。結構昔ですよね、予算は。昔、そう。ピュアピュアだと言われてた時ね。金梅さんやばい、硫酸かけられる、もう11に落ちちゃいますわ。あ、もう硫酸だよ、こんなの。ああ、やばい、もう。前映さない方がいいんじゃない？いや、前とかじゃなくて。で、まゆちゃんはもう映らない方がいいよ、もう。いや、もう付き合っててもいいけど、まゆちゃんはもういらない。邪魔。じゃあ、憧れの金梅さん、この言われし。金梅さん。だから、あと、トド、なんだっけ、金ちゃんのさ、元カノのさ、里美みたいになりたい、まゆ。ね。里美さんにみたいになったよ。なんか映ってないけど、一緒に住んでてさ、あの、一切喋らない。でもいるみたいな。里美さんは、あの、放送に映らないよ。そうそうそう。それでうまくやっていきたいな。でも、結果、別れて配信者になって新しい男と出会って配信辞めて結婚したよね。あ、そうなの？里見さんってそうだよ。もう結婚したじゃん。リスナーと？結局配信者になったからね、別れたら。リスナーと結婚したの？
リスナーかなんか、ようわからん配信。うん。だから、まゆちゃんもそう、だから、さとみさんみたいになりたかったら、画面に映っちゃダメだよ。うん。別に映さなくていいんだよ。で、配信もやらないの？あ、いいよ、全然。それで、うん、できるの？うん。全然いいんだよ。できないでしょ。できない。無理なことはできる。どうぞ。できないって何だ？だってもう、だって今日酒飲まないっつって今飲んでるんだよ。うん。で、配信やらないっつってやるじゃん。やらない。いや。じゃあ、分かった。目の前でアカウント消してきよっか。いやいや、もう。配信とかつけちゃダメだよ、さとみさんなんかそんなこと絶対しなかった。いやいや、金ちゃんに言われたからってそんな無理にやめときな。無理してないって。ポイントはどうするの？ポイントを全部あれして。でもアカウントは消さなくていいよ。なんで？DV された時は開けてたから、さとみさんも。ああ、なるほどね。うん。ああ。殴られたはず。あ、金ちゃんが殴ったの？じゃあ俺は枕を蹴っ飛ばしただけなのに、頭を蹴られたっつって枠を開けられた時がある。ああ。うん。DV だっつって。うん。まゆはさとみさんとはね、タイプ違うから無理だよ。うん。うん、一応、もしもの時のためにアカウントは残しといていいんだよ。ああ、なるほどね。そう。ただ酔っ払うとさ、酔っ払って暇な時にさ、やりたくなっちゃうよね。もうできないじゃん。うん、でも、無理じゃん。無理じゃん。できるって言うのやめなよ。まゆ。まゆは、さとみみたいになる。だからなれないじゃんって。だからなる。どうせ自分が目指したいだけじゃん。で、そんなことないんだって、金ちゃん。金ちゃんが一番わかってるじゃん、それ。いや、俺と付き合ってからも。なんでゼロワンと一緒にいてさ、人数稼げるようになってから、やりたくてしょうがないでしょ。私は付ければ1000人。本当にそういうのはないんだよ。ねえ。そういうなんかね。200人ならやらないやろ。なんていうの？ないんだよね、本当に。正直。調子こきすぎなんだよ、ゼロワンの。で、金梅さん、付き合って1ヶ月で100万稼ぎましたから。はい。付き合って1ヶ月で。それやりたくなるわな。100万円稼げましたよ。それ枠開けたくなるわな。いや、そんなことないって。で、同居人の男と暮らしてたんですけど、うん、ようやくもうその男の元から引きずり出しましたね。時間かかりました。3ヶ月かかりました、金梅さん。まあ、そういうことなんだ。それまで我慢して男の家を送ってたんですけど、今ゼロワンといるから、ゼロワンで稼ごうと思ってるわけ。いや、そうじゃないって。それはちょっと分かんないですけど、うん、いや、俺はそう思うな、多分。え、じゃあ前はゼロワンのこと好きじゃないって思うってこと？思うね。金のためにってこと？うん。いや、だったらさ、普通に前はだって水商売やってたらよくない？だったら。違う、普通にゼロワンが裏で付き合うよって言った時に、うん、分かったでいいじゃん。いや、好きだから分かったって言わないけど、好きじゃなかったら分かったって言えるんだよ、それね。ゼロワンに全部委ねればいいじゃん、支えていくからって。私が、うん、それ舐められるくない？俺が女だったらそうするよ。だから、舐められるとかじゃないよ。うちのリスナーも、うちのリスナーもね、そんな気分悪くないしと思ったんですけど、やっぱ。まゆちゃんが自立してんのもわかるけど、ゼロワンが俺ね、放送外で付き合おうって言ったっていうのは、覚悟があるってことだよ。お前を食わしてやるっていう。愛されてるんだよ。じゃあ裏で付き合えばいいの？そう。で、まあ、家ないんだけど。
だからそこ住めば一緒に住めばいいじゃん、うん、それ無理があるって。いやそれでもそれでいいんだよ、一緒に住んでるけど付き合ってないってこと。パルパルが復縁は堅くなにしないって、うん、ね、ギャンブルもしてない、でも一緒に暮らしてる、それでいいんですよね、金梅さん。そう、自分の非になることは認めなくていいんだよ。だからパラパラ賢いんだよ、うん、これでオーブンだけバンになって、自分だけバンにならないじゃん、それでいいんだって。それでいいんだって、もう配信で言っちゃってるけど、だって金梅さんって配信何年やってるの。俺も少なからずお前よりやってるじゃん、配信のことは少なからず知ってるの。まゆちゃんはね、多分夜の商売長いことやりすぎて男を信用できないんだよ。あ、ね、口ばっかでね、言ってくるやつばっかじゃん、うん、で今このゼロワンっていうね、あの真っ裸の男の言葉を信用できないんだよ。うん、金梅さん今だったら、ツイキャスだったら便所さんがね、香川さんにつつかれてとかで、僕外部だったら僕のことを、僕がそういうことやってそれをつついて飯食ってるみたいな人多いじゃないですか。だからそれが嫌で小判ダメみたいにね、で僕が何かやったらそれつついて叩いて好感度増やしてリスナー増やしてみたいにされるのが嫌で、そういうの分かってほしいんだけど分かってくれないんですよ。あ、富士山だってあれ何で登ったかって話だよね。あの時は、まあそうですね、はい、自分の企画やりたいからだよ、まゆちゃん、うん、ゼロワンが富士山登ってた時とか、うん、一人でやりたいんだよ配信っていうのは。で、まゆちゃん食べさせてあげたいんだよ、うん、借金400万あるんですよ、金梅さん。誰が？まゆ。え、なんでそんなの借金400万とか。なんかいろいろまで、まあ、400は分かんないですけど。なんで借金あるの？金持ちじゃなかったの？お金ないよ、金ちゃん。何使ったの？エステ？あの、整形か。肌管理とかね。で、整形費用か。もう整形ってなるか。韓国が、いかね、麺ってもう、麺っていけないんだよね、今。そうそう。コロナだから。で、いつも韓国でさ、あの、レーザーとかやってた。それを2ヶ月に1回ペースぐらいで。なんでそんなことすんの？え、なんか肌綺麗になるとテンション上がる。ちょっと皆さんエントリーして誕生されてもお願いします。でもゼロワン、あのあれだよ、はい、まゆちゃんね、多分すごい元の顔、多分すごいブサイクだと思う。そうなの？え、金ちゃんさ、まゆのことどう思ってんの？マユ全部作り物って思ってんの？お兄ちゃんブサイクなんでしょうか？あ、マユ、お兄ちゃん2人いるんだけど、1人めちゃくちゃイケメンなんだよ。で、元ホスト。童貞っつってたじゃん。で、もう1人が童貞なんだよ。で、マユ、ゼロワンこれ結構やばいからね、この子は。そうなんすか？なんで、金ちゃん。なんか僕、なんでって、だってお兄ちゃん童貞って言ってたじゃん。うん、引きこもりなんだよ。2人ともブサイクすぎて。違う、1人はホストだよ、言っとくけど。ホストなんて誰でもできんだよ、俺でもできちゃうんだから。あ、でもイケメンなんだよ、もう1人はね。で、ちなみに前のお姉ちゃん2人いるんだけど、もう1人可愛いよね、うん、でももう1人はブスなんだよ。これ決まらない。可愛い子が整形してるでしょ。してない、してない。うちのお姉ちゃんは、脳工事。え、まゆちゃんはどの子をいじってるの？まゆは鼻。で、金ちゃんと会った時は、目もやってたけど、直したんだよ。
や、だから目は、あの、涙袋パンパンだったじゃん、金ちゃん。あれも、直したしね。だからゼロワンわかる？騙されてます、僕。あの、子供産んだら、まゆちゃんと子供作って子供生まれたら、一人の子が生まれてくるからね。すごく最後だ。え、言っとくけど、まゆのこの二人自前だよ、金ちゃん。目クリクリしてんだよ、マジで。じゃあそんなわかんないじゃん、そんなの。あ、じゃあ、あの、和道と猫まみたいに、ちょっと似てないから、政治の子供みたいな疑惑出ちゃいますかね、これ。出てくるね。えー、いや、絶対可愛いと思うよ、前の子供。全然、ね、知らない、どこの子供みたいなのが生まれてくるよ。いや、多分前の子供はハーフっぽいと思うよ。マジで。あの、まゆちっちゃい頃、あの、外人だと思われたわね。目、クリクリで、パーマで。うん、それが事実なのかな。やばい、硫酸かけられちゃう。もうでもね、もう出ない方がいいよ。もう結婚して幸せになりたいんだろ。うん、ゼロワンと今出てった方がいいってこと。じゃあゼロワンと結婚して幸せになりたいんでしょ。じゃあ今からどうしたらいいの。まゆ、金ちゃんの言うこと聞くじゃん。じゃあゼロワンを愛して結婚して、だから配信に移らなければいいんだよ。うん、だから一緒にいるのはまあわかるじゃん、配信的にさ。うん、それぐらいで一切喋んなきゃいいってことだよね。じゃあ喋るなんじゃなくて、うん、移らなくていいんだよ、もう。そう、え、全然それでいい、いいよ。うん、だからうなちゃんマンと付き合ってたゲルゲみたいな感じ。うん、あの、たまに後ろに「ちょ、おいちゃんちょっと邪魔するね、ビール取るわ」っつって、うん、で実質に戻っていく感じ。そうする、うん、そうする。でじゃあもう付き合ってないこと、付き合ってないよ。うん、うん、いや付き合っててもいいんだよ。付き合っててもいいですか。そう、なんか自然な感じで一緒にいるみたいな。うん、あ、うん、なるほど。いや今もこれも、でも、うん、前は配信は？いやしない。これ金前さん、前は配信やらせた方がいいんですかね。どうなんですかね。いや、しなくていいと思うよ。ゼロワンに殴られた時だけつければいい。うん、事件があった時だけ。うん、できないと思うけどね、俺は。え？まゆは。できるよ。う？できるよ。できるの？うん。だから、ゼロも前のこと配信上で、うん、わざと煽ったりとか、うん、しなければ、うん、前も。No。あれだよ。うん。それで前はね、金梅さんを尊敬してるから金梅さんのことは聞くんだよ。うん、じゃちょっと金梅さんに言っていい。え、金梅さんにちょっと言っていい。お願いできないこと。ちょっと何。金梅さん、だからやめてよ。身分証明書見してくれないんですよ。え、僕何も知らなくて、名前も生年月日も。いや、それで約束破るんだ。いや、約束破るとか、金馬さんに。もういいわ、もう。何？え、名前、生年月日も知らない。はい。やばいじゃん、それ。いや、これはもう言わないって約束してたんですけど、金馬さんのことを尊敬してるから、まゆ。ん、タクシー、何？いや、わかった。ごめんね。それはじゃあいいわ。うん。
なんでかって、暴露するじゃん、この人。信用はないんだって、そういう。あらま。じゃあ幸せになれないな、まゆちゃん。いや、結婚したな、見せる。いや、だってそんな信用のない女と結婚する男いないでしょ。結婚するなって。でも。そんな女と。でも、ゼロワンはそれで結婚するんだって。結婚するの、ゼロワン。でもまあ、不安ですけどね、ちょっと。名前も教えてくれないような女。結婚するって決めてから、その身分証で度肝抜かれたら、ちょっと考えちゃうっすよね。いや、それないよ。考えるよね。はい、年齢がね、10個上だったらどうする？自分の想像より。なあ。まあ、年齢が上ぐらいならまだいいんですけど。いやもう、ゼロワンもこの女もやめた方がいいよ、多分。もうそんなこと言うんだったら。やめた方がいい。これは危ない。で、金ちゃんの配信の ネタとしても、もういいんじゃないのって。レベルだと思うし、裏のこととかもポロポロ言うんだよ。だからもうそういうのも見てて、あ、もう絶対言わないって決めたわけ。いや、これはもうね、ゼロワン捨て時だと思うよ。じゃあ、バエさんがね、ハンマー優子にあげたハリー・ウィストンの指輪のネックレスバージョンのちょっとちっちゃいやつ、の60万円も買いました。そんなネタでいいんだよ、ネタの代金で、はい、あのね、そんなもんはもう、俺はやめた方がいいと思う。もうそれはこれ以上関わっちゃダメ、罰3になる覚悟があるから、うん、もうゼロは罰算になる覚悟があるんだったら、もう俺は応援するけどね。いや、もう最後にしたいんですけどね。だから多分すぐ別れることになると思うよ、うん、大丈夫、うん、悲しそうな顔してる。うん、憧れの金梅さんに言われて多分傷ついてるですね。普通の人じゃないよ、その女の人、ゼロは。あ、まあ普通じゃないのはなんか分かってます。でもなんかほっとけなくて。まあネタにもなるし、うん、そこが一番でかいところなんだけど。いや、もうでも正直ネタっつってももう結構もう3ヶ月でもうだいぶ落ち着いてるっすからね。もう次の展開ないっすから。そうだよね。うん、でまあ結婚するとかね、子供ができるとかもそんなにしょうもないことしかないんで。これも配信のネタとしていくなら結婚した方が面白いと思う、うん、絶対すぐ別れるから。ああ、まあ来るが3ヶ月だったんで、うん、で来るが26回別れてるんですけど、うん、で3ヶ月で今5回別れててで来るが1年半なんでペース的に全く一緒なんですよね。だから1年半付き合った頃に26回やってるんじゃないかなと思って。だからでもね、視聴率取れてるから需要はあるんで。需要あります？すごい需要あるよ。また結婚したらバッと湧くと思うよ、ね、あ
でも、 もう次は同じこと繰り返さずに、ちょっとただね、うん、あのゼロワンが絶対彼女についていけないと思うんですよ。あ、もう目に見えてるね。うん、もう一回行くのネタで離婚歴増やすの、うん、あ、ダメだよ、ネタ狩りの女は絶対、うん、クルちゃんもそうだけど、はい、クルちゃんもマイちゃんも一緒じゃん、もうで表にネタ狩りでしょ、だからうまくいかないんだって。あ、あの恋愛指南で新野鳥が言ってたよ、はい、自分のこと好きになってくれる子と付き合った方がいいでって。あ、ね、クルちゃんもマユちゃんもバイミーみたいなのがちょっとあるんだよ。いや、今アカウント消す。いや、そのなんかふてくされて消すとか、もうそんなもん通用しないから、まゆちゃん。じゃあ今消してあげる。いやいやいや、通用しないから。消さなくていいよ。やめて。なんかの時に取っときなって言ったじゃん。別に強がらなくていいよ。別にそんな、ね、消さないから。うん、じゃあ消す。いやいや、もうやめて。消さないから絶対。いやいやいや、消さなくていいよ。せっかく、ちょっとちょっと、せっかく頑張って。ゼロワン見とってみ。いやいや、フォロー見てて。じゃあ、いや、フォローしてくれよ。絶対消さないから。ちょっと見てて。フォローしてくれたやつなんだから。で、明日すぐ作り直すから。いや、やめて。見とってみ。ちょっと、うん、ちょっと やめてよ。お金ちょっと入れさせて。ちょっと見とってみ。もう全部消したってすぐ作り直すから見とってみって。金ちゃん、今消したかったんだけどもね、今ふわっちポイントさ、うん、あの入れようと思ったらさ、うん、定期的にお金入れてるから、ほらね、消さない。1万5千円ポイントがなくなっちゃうから、うん、やっぱり、まあ、こうやって消さないね。見とってみ。消さないから。じゃあいいよ、1万5千捨てるじゃん。もういいって、消さないで。やめて。ねえ、俺もお願いして作ったアカウントだからやめて。いや、ちょっと。いや、お前自分のリスナーも捨てるの？見とってみ。自分のリスナーも捨てるの？別に配信だってやめる。せめて伝説の引退枠やってからにしな。伝説って何？引退枠。引退しますって。うん、消すは消すでいいけど、もうやめない。今はいや、もう枠をやらないって決めたんだよ。うん、だから引退枠じゃなくて爆破しますって言って爆破すればいいんだよ。うん、それが一番来るよ。どういうこと、爆破って？閲覧。しかも里美がさっきね、殴られたりした時にやるとかいうように残しとくね。うん、どっか一個残しとかなきゃいけないよ。ああ、ゼロワンに骨折させられた時とかあるじゃん。うん、でツイキャスおすすめ規制になっちゃってるから。うん、じゃあまあ一回ちょっと方向性考えてやろう。どういう方向性で？俺好きで俺についてくるんだったら、うん、多少俺のやり方言うこと聞いてほしい。うん、金ちゃんの言うことを聞く。なんなのこいつ、気持ち悪い。でも金梅さんのとこ行ったら今から。え、なんで？うん、言うことを金梅さんの言うことを聞くんだったら、そうしたらいいじゃん。なんか、いや、分かった。おかしいじゃん。結婚しよう、まゆちゃん。行けよ。結婚しよう。うん、今結婚するの？明日。もうそれで言うことを聞いてやればいいじゃん。明日結婚しよう。そうじゃなくて、いやいいよ、第三者の意見の方が正論だったりするんだって。今まで第三者の意見何も聞かなかったくせに。金ちゃんだけは
言うこと聞く。金ちゃんだけ聞くんだったら金梅さん。俺の言うこと聞くんだったら明日結婚に届け出して。うん、結婚したらいいじゃん。だからそこはそれはさ極端だよ金ちゃん。うん。俺と付き合ってない。どういうやり方していくのかとかそういう話をしてない金ちゃん。金梅さんと付き合って金梅さんに言うこと聞いたらうまくいくんじゃない？いやそうじゃなくて。え？だって俺の言うこと聞くって言ったんだから俺の言うこと聞けばいいじゃん。結婚に出すから。え、で金ちゃんに死ねって言われたら死ぬの？そういうことじゃないよ。いやいやそんぐらい極端なこと言ってる。それが極端なんだよ。いやいやいや結婚だよ。俺が好きなんでしょ？うん、じゃあ言うこと聞かない？え？おかしくない？どういうこと？それノリで俺と付き合って俺の言うこと聞かなくて自分が前に出るからそれで金梅さんに言われるんだよ。ゼロワンのじゃあその言うこと聞いてて何って今言ってみてよ。で今はまだ分かんねえよ結局。でもある程度の前さ守ってるくない？ゼロワンに言われてること譲らないよお前は。何？お前は譲らないことだらけ。譲ってることもあるじゃない。でも自分が多いよ。俺が自分がってなるのって当たり前だから自分で配信しててお前食わすんだったら俺が自分がじゃなくてお前がってなったらそれおかしいじゃんそもそも。でもお前が自分がでも多分さゼロワンは前に言うことっていうのは多分隠れて付き合いたい以外はなくない？いやそんなことはもう状況変わってるし。じゃあね前ちゃんはねあのゼロワンで売名してるだけなんだから所詮ゼロワンの言うこと聞かなきゃダメだよ。だってアンチコメ打たれてるのはマユちゃんだけでしょ、うん、でゼロワンで売名してるってことを忘れちゃダメだよ。対等じゃないんだから。いやそれ分かってるよ配信上では、うん、そこ勘違いして私が知名度あるとか思ったらあマユねそういうのないんだよ。ねおかしくなるよ。あのそういう勘違い系じゃないから、まゆ。お金も稼げてるんでしょ、それ。いや、稼げてないけど。一人でやってたら、閲覧20とかじゃん。ゼロワンがいるから2000人来てるんだよ。20も行かないんじゃないのか。ね。それ100万稼げたら、もうゼロワンのおかげなんだよ。うん、それも分かってないでしょ。私の実力とか思ってるでしょ。いや、思ってない、金ちゃん。そんな前痛くないよ。ちゃんと自分のこと客観的に見れるよ。見てないと思う。いや見てるって。ただムカついたらムカつくってか思ったことは言っちゃうよ。だからゼロワンってしかもさ、近目でゼロワン支えていけばいいじゃん。でもさ金ちゃんわかるでしょ、ゼロワンってさこう前のことをイラつかせようと常にやってくるからさ。それはネタじゃん配信の。わかるでしょこんなの。いや ネタでも前もね人間だから生き物じゃん。だから自分も一緒にねそれで稼がしてもらってんのが一緒に乗ればいいじゃん。それしょうがない仕事だよ。そうしたいって言うんだから男はね。でも精神的にやっぱ崩壊しちゃうよね。あのじゃあもうあの、まあ、付き合いますって言って公表してっつってあの仕事潰すの。だから潰してないじゃん今。潰れたよ。え？みんな離れてったよ、うん、潰れてるじゃん。でもそれはさゼロワンが復縁しようって言ったんだよね。なんで前のせいにするの。ん？そうじゃん。いやそう全部暴露して家に来たらね、もうそういう流れになるでしょう。そういうな、え、なんで前のせいなの？復縁しようって言ったら前のせいなの？え、自分が決めた決断じゃん。暴露して家まで来たんでしょう、はい、配信つけて、うん、ネタにして。ネタじゃないけどね。配信つけたら全部ネタだよ。まあその時は暴行されたからだよ。同居人に追い出されたっつってタクシー乗って全部配信つけてきたんすよ金馬さん家まで。そんなクソまでやったんだ、うん、それで閲覧3000人行ったんすよ。そんで、まあ、行くとこなくてさ
で、ちょっとゼロワンチに行っていいみたいなコメントしたら、めちゃくちゃコメントがめちゃくちゃ荒れて、でも行くとこないから暴露しちゃった。こういうことがあって行っていいですかって。自分の閲覧稼ぎに使っただけでしょ。え、違うよ。あの、最初前あれだよ。え、じゃあそんなこと言ったら、同居人に暴行されたのが、同居人との台本になっちゃうよ。どんだけ手込んでんの、それ。まゆちゃんは何がしたいの？目的は何なの？目的？普通に付き合いたいんだ。じゃあ、俺のやり方に乗ってくれたらよかったじゃん。それ嫉妬じゃん。やだ、いや嫉妬？信用できないじゃん。だからクルちゃんも言ってたんだよ、裏で付き合うのはマジでやめた方がいいよって。あの前がまだあの配信出てない時にね、クルちゃんとあの LINE してたんだけど。だからクルちゃんそうやって言うに決まってるじゃん、振られてる側なんだから。あの配信に出ないとあいつは浮気し続けるかなみたいな。でその後にだからクルちゃんに言われたのもあるね。でもマユちゃん自分が目立ちたいだけでしょ。いや別に目立たなくていいもん。じゃあ今から目立ちたくないとかじゃないよ。じゃあ今から放送出るのやめなよ一切。いいよ全然、本当にいいんだよ銀ちゃんね。ゲルゲみたいに。うん。だからそもそも前、金ちゃんにも言ったじゃん。前は、なんか、里見的な感じが理想なんです、すごい。あれ、一番絶命なポジションだったな、里見さん。そうだ、里見めっちゃ好きだったね、前な。出しゃばってこないし、うん。たまに声の出演があるぐらいだよ。里見知らない？知ってるよ。金梅さんいつもベランダでタバコ吸ってたもんね。知ってるよ。え、金ちゃんそれ 今でも間に合うそれ。間に合うと思うよ。うん。じゃあそれで行こうよ。うん。いや。だってゼロワンが稼げるじゃん普通に一人で。うん。で、まゆ、あの、爆投げ師がいたんだけど、で、今いなくて。まゆちゃんは働けばいいんだよ。で、まゆ、あの、飲み屋で働きたいんだよね。あの、さとみのポジションになりたいんなら、働かなきゃダメだよ。うん。で、ゼロワンがお弁当を作るんだよ。あー、ね、金ちゃんね。金ちゃんいつもソーセージと卵焼きしかさ、おかずないんだよね、金ちゃんの弁当。ご飯とソーセージと卵焼き。ほぼ9割がお米なんだよね。主婦としてのゼロワンがみんな見たいんだよ。今日もお弁当作るんですって。いやでもそれってさ、昼食系じゃん。まあ、昼食やったことないんだよね。アルバイトもないし。昼食やればいいじゃん。なんか、あの、ジュエリーショップの、なんか、うん、販売員とか。ああいうのいけるんじゃないの？いやー、ちょっともう、前もさ、金銭感覚、もうちょっとまひってるからさ。だからお金稼ぐのがどんだけ大変かってもう一回ね考え直さないと。もうやりたくないじゃん仕事は、やっぱり。いや、まあ正直さ、あの一人暮らししないとなって思ってて。やっぱゼロワン使ってあの金稼ぎやろうと思ってただけじゃん。いや正直言うとね、飲み屋のがね、楽かもな。楽っていうか、飲み屋の方が楽だよ。配信なんかもっと楽だよ。何にもしなくても金が降ってくるんだから。いやでもそんなことないよ。最近全然アイテム飛ばないよ。
だから、ゼロワン利用してるとほんとないんだよ。完全に利用してますね、俺。え、だとしたら、まゆさ、もう別れて、普通に戻った方がさ。普通に戻ったら、あの、ミサミサみたいに一気に加速っていくだけ。でも、そうだね。だから、捨てれないんでしょ。え、別にだからそんなに、だから前さ、ミサミサってさ、すごいのがさ、ミサミサってもうお金持ちじゃん、もう旦那もお金持ち。金持ちなわけないでしょ。金持ちだよ。あ、男が金持ちなだけだよ。そうだよ。で、結婚してるじゃん。うん、で、自分金持ちじゃねえじゃん。え、でも結婚してるんだよ。結婚してても自分が金持ちなの、旦那の金全部手に入るわけない。お金に困ってないんだよ。それでも、ね、いつ飛ぶかも分かんないじゃん、離婚しますって言われたら。いやいや、でも何回もてか離婚しないと思うよ、てか離婚しないと思うしね。だから舞ちゃんもあの金を稼ぎたいんでしょ今、とりあえず有名になって。いや、そういうのはないんだって、なんかね。いや、ゼロワン利用してないんだって、まゆ。初めはあった。まゆが？いや、初めは、興味本位で配信した、思ったよりうまくいった、ね、初めは。で、ナイスも頑張ってみようとか、いろいろ挑戦した、うん。でも最近うまくいかなくなって、またやっぱ飲み屋の方がいいかなと思ってるから、一番初めの方は思ってたと思うよ。え、思ってないって。いやね、こういう爆投げ師がついて稼げるようになって、うん、このまま、だ稼げるうちは稼げばよくないの、うん、このまま行けばいいなぐらいの思ってたよ。でもそんなに配信って甘くないんだろうなって最近だと思ってきたぐらいでしょ、うん、そんなことないよ。いや、わかるって。あのちょっと飲み屋と似てるよね。だから爆投げ師って多分さ、そんな続かないじゃん。でも分かるよ、そういうからくりっていうかさ。まゆちゃん、続かないって言ったこれね、実は続くんですよ。あ、勃起体でやったらってこと？ずっと毎日放送してると続くんだって、うん、誰かしら投げてくれる人がいる、うん、うん。で、俺ですら、あれだよ、月50万切ったことないからね。だってそれ、金ちゃんはレジェンドだからね。まゆちゃん、うん、それ金ちゃんだからだよ。いや、まゆちゃんぐらいレジェンドになるともっといける。いや、そんなことないよ。100万なんか普通にいけると。だって爆走さんとか見てる、うん、爆走さんなんか月200万とか言ってる。いや、すごい。でもすごいよね。200、300、500、うん、ああいう風になりたいんでしょ。いや、でも前、うーん、見てる方がでもどっちかって好きかもな。爆走なんか、あの月20万のあれでしょ、家賃のとこ住んでんだよ。25万だが、ああいう風になりたいんでしょ。ゼロワンを利用してああいう風になりたいんでしょ。いや別に、いや、なったらなったで、あんまりそういう、まあね、欲望ないんだよね。欲望あるでしょ。だもう、あの夜の仕事めんどくさいからやめたいから配信で食ってきたいなと思ったんでしょ、爆走みたいに。で、その踏み台として一番手っ取り早いのがゼロワンだったんでしょ。違うよ。だってあのさ、まあ、あのゼロワンに告白されて、じゃあ振ったんだよ最初。普通だったら振らないでしょ。だからそれあの、もあの思わせぶりな感じじゃん。え、それ計算で振ったってこと？計算でやってるじゃん。そんな前に頭良くないって。そんな振るなのか、誰でもできるじゃん。だって振って終わったら、その時はクルちゃんと付き合ってるっていうのが裏にあってたでしょ。
ね、クルちゃんが優先的になるから嫌だって言ったら、あ、違う違う違う、本当に。で、クルがいなくなった途端、出てきたわけでしょ。完全に、これ、ゼロワンさん、これ、完全に計画通り。で、多分、分かる、ね、自信があったと思うんですよね。クルより私はいい女だっていう。そもそもあんま知らなかったんだよね。だクルちゃんっていう存在知ってたけども。だってクルがいなくな、クルと完全に別れたって分かった瞬間に食いついてきたんでしょ。俺これ前聞いたから。もう見計らってたってことじゃん。で、一番僕がナイス1位の一番いい時に連絡来ましたね。そうそう、なんかおすすめでさ、一番上にいてめちゃくちゃ久しぶりに見たんだよね、ゼロワン。なんかね、ゼロワンが名古屋かあれ、福岡なんかどっかに住んでた時。金梅さん、5月に見たって、僕4月、クルが妊娠したりする時ってずっと一番上にいたじゃないですか。その時たまたまペヤング食べてる時に閲覧がすごかったんだって、だから見たんだよ。な、何やってんだろうって。閲覧結構続いてたけどね、1ヶ月ぐらい。ずーっといたよ、バブルが。クルが妊娠、クルが妊娠してからバブルが続いてて、で正直でもそんな気づくと思うよ、ふわっち見てたら。さすがに上位にいても、で前ね、決まった人しか見なくてさ、で5000人6000人とかだったから見たのよ。でそれまで見てなかったの？ん？それまで見てなかったの？全く、うん、いやこれガチでね。じゃあまゆちゃんってね、俺のとこにも売名しようと してたし、あとこれこれのとこにも行ってる。売名っていうか、あれね、配信出たね、うん、これこれのとこにも行ってるし、うん、もう何年も前から、うん、で、あれでしょ、もう配信はどうなのみたいな感じで、ね、緩い目で見てて、爆走さんとかを見てるときに、やっぱ200万、300万とか稼いでるって聞いて、あ、私もいけんじゃんって思ったでしょ、やっぱ。300？ うん、爆走がね、300万、500万とか稼いでるわけですよ。そんな稼いでんの？そんな稼いでるって知ってるでしょ。いや、そんなのどうやって調べるの、だって。もうマンスリーランキングだね、分かるじゃん。あ、だからマユさ、いつも配信ってラジオで聞いてたから、ナイスナイスってみんな言ってたじゃん。ナイスの意味もゼロワンと付き合ってやっと知ったわけ。だって普通に分かるじゃん、だってね、爆走さんが、うん、ね、25万くらいのやつを住んでんだよ。アイテムも いくらっていうのも知らなくて、リスナーさんに教えてもらったからね。まゆちゃんは8万5千円の家賃のとこ住んでたんでしょ。え、あ、違うか、男に寄生してるしかなかったのか、情けなく。3ヶ月前、今3ヶ月か、同居人のとこに。その前ずっと一人暮らしだったよ、ずっと。男に寄生するしか脳がねえ、ね、私はね、妻には叩く資格もねえなみたいな。いや、そういうのはあんま考えないけど。だってマウント取られちゃったら終わりじゃん。私25万の家賃とかで、あんたいくつ、前別に来るの、私お得に寄生してますって言えないじゃん。じゃあでもないんだよね、なんかそういう怒りとかないんだよね。いや、じゃあ爆走が稼げるなら私もいけるじゃん。じゃあゼロワン利用して知名度上げるか、そんで金稼ごうかなってなるんでしょ。え、だからそんな稼いでたんだね。あなたはそういう人間なんですよ。それ金ちゃんの憶測じゃん。だって、まあ、気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪いんですよ。
大丈夫、前聞いちゃった？もう聞いちゃってますよ。俺ゼロワンも利用されてるだけだから、もう別れた方がいいと思うよ、うん、絶対そうだからね。ゼロワンのことなんか何にも好きじゃないと思うよ。そうなの？そうなの？だから文句ばっかり言うんだよ。私はゼロワンのね、こうやってやれって言ったことに従ってますとか、そういうことを言うってことは、もう好きな気持ちなんかないんだよ。なんで利用してるだけのお前にそんなこと言われなきゃいけないの？やばいよ。今まで付き合ってか、なんか我慢したことないんだよ、自分の気持ちに。それ好きな人がいなかったからだよ、一人も。正直なんだよ、自分の気持ちに。思ったことを、うん、それ違うから、利用、人を利用してきただけの、あのクズ人間。それ自分の主観じゃん。そうとしか思えないけど、ね、だって我慢したってストレスでさ、そんな関係うまくいくわけないじゃん、うん、だから我慢してないってことは利用してきたんだよね、自分の思い通りに。じゃあゼロワン我慢しろって言いたいってことですか？だから利用してきただけじゃん、マジで。いや、私の言うと全部私の言うことを聞くやつとしか付き合わないんでしょ。いや、そんな言い方じゃないけど、そんな私は我慢したことがないっていうことは、じゃあゼロワンにも、え、じゃあみんなってさ、するってことでしょ、ね、じゃあゼロ、私の下になれと。じゃあ金ちゃんだって彼女に我慢する気持ちを抱きながら付き合ってきてんの？あの、人を好きになるとやっぱ我慢って必要で、好きだから。金ちゃん我慢してた？金梅さんもハンマー優子と付き合って約1年ね、ナイスがどれくらい落ちたのね、金梅さん。ナイス300とか、悲惨だったよ。それでもずっと我慢して、コロナだっつってずっと家でやり続けたよね、金梅さん。俺月収8万だぞで、予算にとかいろんなこと言われて、もう最近ずっと金梅さん家にいるって言われても、ゆうたん好きだから我慢してたじゃん。そうだよ、お金なくてもお金ないなって言わなかったよ、まあ、言ったかもしれないけど。頑張ってたよね、あの時。月8万円だよ、収入。でも前はやっぱ自分がだから。でも前だって前何我慢してることあるじゃん。うん、あるの？うん、ゼロワンのモラハラに耐え続けてきてんじゃん。モラハラってお前もお互い様じゃん。いや、それ言い返すんだよ、お前も。マヨ発信のモラハラってなくない？あるよ。言われて、マヨも言い返したんだよ。酔っ払ってどんだけモラハラ耐えてんの？いや、起きてみたいな酔っ払いでしょ。いや、ブスとか言うじゃん。ブスなんて。マヨちゃんもさ、マヨちゃんも月8万になってもゼロワンと一緒にいれればいいです、いいでしょ。え、うん、ね、うん、じゃあ放送出るのやめねえよ。うん、全然いいんだよ。なんでまた映してるの？え、これこの下りが続いてるから。それが一番いいと思うよ。まゆちゃん、それが一番いい。